che poi cosa è successo al montaggio? スタンダップコメディアンもやる時があるし、セリフにはかなりうるさいんで、その通りやるんだけれども、役者さんは自分の間でしゃべるというか、自分なりの間でしゃべるんで、ちょっと間が空いたりなんかするんだけど、それはその通りやらしておいて、編集で全部詰めたっていう、あと、ちょっと間がまずい時は、オフで俺が自分で声をかけて、怒鳴り声を入れたりなんかして徹底的に間を詰めたから、多分西田さんたちは怒ってんじゃないかなと思うけど。